Select your character. Hazama. カウント3、2で6試合目。パスってありですか？ The Wheel of Fate is turning. Level 1. Action. いきます。いきます。おっと、開幕後ろジャンプから黒子を伸ばしていたアーキリーバードに対して麻生客がヒット。どうです、こう行きますよ。始めます。どうです、こっちで行きますよ。これは行きました。これは行きました。ここはアンガーと見出してオーバードライブで下がったら完璧に勝って一気に寄ろって何が取る。アンガーの方に対してガーキャンで突き返す。突き返すね。ゲームはオーバードライブヒット。ここはゲージを吐いていく。ウロボザコーからいけっかな。ここはバーストを発動したら、まあ、ほぼないでしょう。ミルティを光らせるバーストもありますが、もう終わり。ここは1本全てアーティングハザマ2ラウンド目。ウロボカウンターからジャンプにして拾い直し、取ってラーメン発生追い込む。そこまでです。集団通して左翼を取られているのはジャッハマ。4200これは回復に5ミリヒット1200できる。これは反射ではなかった。お互いにオーバードライブ。ここで終わって、ここは対空座礁からガッチャンでゲージガッチャンでちょっと伸ばして技術まで発揮る。ちょっと残るが3700取って最後は対空ジャンへ。ここにて、アキリコハザマがリーチとなります。カウント4-2ですね。あなたといると退屈しませんね。え、あ、わからない。どうぞ。おめでとうございます。団員商談ですね。Select your character. Hazama. ご先中に商談して動画に迫りました。カウントは4-2、アキリコハザマがリーチ。このまま閉じ切っていけるのか、ムタハザマ粘れるか。いきますよ。どうですか、こっちから前線は許さないと。CB から突破に入れ替えて前線取るよ。さらのバトル大将が取って普通だけ抜けている。これはアーティング今の判断も良かったですね。気が晴れたでしょ。レベル2アク
action!4-3 にして8試合目となります。最大の敵は己なのです。あは、私のキャラじゃありませんでしたね。これは失礼。Here comes a new challenger. Please select your character.The wheel of fate is turning. Level 1. Action. ウロボがヒットして一本選手を上げるカザマ、ラウンドでマッチポイントとなっております。当たってる側も負けられてる側も緊張感で普段の戦いを勝ちました。5番タイプから力が切る。どうですか、始めます、気持ちいいですよ。どうですか、ラッパーからのジャンプしてはいい。ハザマ使いとか5番向いたハザマしっかりと取り返す。気が晴れたでしょ。1-1で最終ラウンド。
Action! どうですか？2回が！いきますよ！メタハーバーなぁ。いきますよ！ロクシーが強化だね、これから。ロクシーが強化が長い。ここに来て 4-4 となりましたね。お互いマッチポイントです、どちらが勝っても次が最終試合です。次勝った方が勝利となります。私のキャラじゃありませんでしたね。 Here comes a new challenger. Please select your character.The wheel of fate is turning. ゴサキ分からせバトル。Action. 4番でお待ちなさい。こっちは行きますよ。そこは重要な要素だ。アゲルカバー。行きますよ。先にマッチポイントとなったのはアキコハザマ。レベル2アクション。ほら、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 いきますよ。いきますよ。これはお待ちなさい。カウンター。これはキッチン。何抜けてる、早い。ほら、ほら、いきますよ。もっと、しっかり乗ってる。これは今行きました。カチモキ。レッセンが僕をパッチリ入れたので上入れに行きますよ。こっちで行きますよ。どこ行きました。どうですか、もう一回立てたらエランハトル。僕は伸びに行きますよ。これは僕はこっちで伸びませんに。ここにして、ネタハザマが捕まえる。これ一気に出ないで、後半大会からエリアで。どうしようか、レッスン投げだか、やっていた。一気に変わって、もっと強くから、ヒーローイラ。一気に出た。ここはウロボ伸ばすところに打ち合わせている。お互いにワンポンゲンの伸びろ。コンセント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 。コンセ
この状況では準備するでしょう。オーバードライブ当てて、ちょっと投げ合ったキル、投げ下にコーパン差し込んでメタハザーが1本取り返す。1位で最終ラウンドへ、お互いマッチポイント。ちょっと2位が止まらなかった。伸びますよ。これこっち。これはなんとパンチ。上投げが置いてある。じゃなくても上りを使って。上手に打った肌まで。次はもっと痛くしますね。下に 2B で割り込んで。ダイヤ入っていく。ダメだ、ロケット打つ。ガーサイト通す。ここはバスト。あとジャイアントちょっと遠かった。カップ沼が。このタイプの状況を見てる方もぜひ見ますね。ここはウロボ引っ掛けた。今後ミスらないしっかり倒し切っていく。勝利したのはアキリコハザマとなりました。おめでとうございます。全体を通して非常にいい勝負でしたね。お疲れ様でした。じゃあ次誰やります？そう、最大の敵は己なのです。